リアルライブ、中日岡林が立浪和義監督に逆ギレか、ベンチで手袋を思い切り投げ捨てる。注目が集まったのは2対0、途中日2点リードの8回裏西三塁でのこと。打席の高橋周平がセンター前へ転がるヒットを放ち、三走岡林は悠々とホームへ生還。その後一塁側自分ベンチ前で立浪和義監督から何か言葉をかけられた後、ベンチ最前列に並んだ同僚たちとハイタッチを交わした。ハイタッチを終えた岡林は右手につけていた走塁用手袋を外しながらベンチ内へ戻ったが、その手袋を座席に向かって左手で思い切り投げ捨てる。また直後には左手に持っていた別の手袋も席へ叩きつけた。現地ファンの SNS 投稿などにより判明したこの場面について、ネット上には岡林が荒れぶってるけど一体どうしたんだ、切れて防具投げるような場面じゃないだろう、チョンボやらかしかけた自分に腹が立ったんだろうか、さっきの走塁で立浪に何か気に障ること言われたのか、といった驚きの声が寄せられた。これはいけない、二塁でリクエスト来たやつ、バトルグローブ岡林、どうせまた余計なこと言ったんだろう、今日から一番センター三好やな、あれはどこの球団でも注意されるから自分への怒りやろ、おバカさんとでも言われたんなら話変わってくるけど、相手からしたらとりあえず牽制しとけの精神。次の日笑顔の立浪監督と森野コーチの打撃指導を受け取るけどな、プロの記者なら推測で書いてないで本人に直接取材して聞けや。ご視聴ありがとうございました。